ジミー・ウェッブはアメリカ合衆国出身のシンガーソングライター、ピアニスト。本名はジェームズ・レイン・ウェッブ。ソロ活動と並行して作編家としても高い実績を誇り、同国を代表する作曲家として知られる。代表曲、恋はフェニックスは1940年から1990年までの放送頻度が世界3位。 2017年現在、作詞、作曲、オーケストレーション3つの部門でグラミー賞を受賞した唯一の人物でもある。1986年、ソングライターの伝道を入りし、後に同会長職も務める。1946年をクラフォーマ州エルクシティ生まれ、父はワプテスト派の牧師だった。母の励ましでピアノとオルガンを習い、12歳の頃には、 父親の教会でオルガンを演奏。父がギター、母がアコーデオンで伴奏した。保守的で宗教的な家庭だったので、カントリー音楽、白人ゴスペル音楽をラジオで聴くことを禁じられていた。1950年代後半、音楽に目覚め、しばしば即興演奏し、三美歌の変奏曲を演奏した。この時期、宗教家を書くが、 ラジオで聴いたエルビス・プレスリーなどに影響された。1961年、14歳で初めてのレコード、ターンアラウンド、ルックアット目を買い、独特な声に引き込まれた。1964年、家族で南カリフォルニアに引っ越し、大学で音楽を専攻。1965年に母が亡くなり、父はオクラホーマに帰ることにする。ウェップは、 カリフォルニアに残り、音楽の勉強を続け、ロサンゼルスで、ソングライターのキャリアを模索した。父は、ウェップの野望を咎め、歌を書くなんてお前、心が壊れてしまうぞと警告したが、ウェップの決心が硬いのを見て40ドルを渡し、多くないが、これだけしかないんだと言ったと、ウェップは後年改装している。小さな音楽出版社で他人の音楽をアレンジする、仕事をした後、 モータウンレコードの出版社ジョベッタミュージックと作曲契約を交わす。ウェップ作品発の商業レコーディングはスプリームスのマイクリスマスツリーだった。彼女たちの1965年のアルバムメリークリスマスに収められた。翌1966年歌手、プロデューサーのジョニー・リバースと出会う。リバースはウェップと出版契約を結びバイザ・タイム、 アイゲットツーフェニックスを1966年のアルバムチェンジズで録音する。1967年、リバースはシングループフィフスディメンションのための曲をエップに依頼、彼らのデビュー作、アップ、アップアウェイに5曲が提供される。タイトル曲、ビートでジャンプはトップ10になった。2作目のアルバム、ザマジックガーデンも1967年に発売され、 ウェップ作品は、ザ・ワースト・ザ・ s クッド・ハップも含む11曲だった。1967年11月、グレン・キャンベルは、恋は、フェニックスを、カバー、26位になり、すぐにポップスタンダードになった。1967年のグラミー賞で、ビートでジャンプは、主要に部門を受賞、ビートでジャンプと、恋はフェニックス合わせて8つのグラミー受賞となった。成功は、 ジレンマとなった。洗練されたメロディーと編曲は大衆に愛されたが、彼はカウンターカルチャーのサウンドに惹かれており、急速に時代との同調性をなくしていく。1968年、タイム氏はウェップ特集を組み、多様なリズム、構造の工夫、豊かなハーモニーと書いた。同年もフィフスディメンションの成功は続き、ペーパーカップとカーペットマンが、 トップ40入り。クレン・ギャンベルは、ウィチタラインマンをミリオンにし、ジョニー・マエストロザ・ブルック・リン・ブリッジは、ザ・ワースト・ザット・クッド8分をゴールドにした。後者は、元は、フィフス・ディメンションが録音していた。ウェップは、自身の事務所と出版社カノピーを設立。最初の作品は、アイルランド系俳優リチャード・ハリスが、ウェップ作品だけを歌ったアルバムで、ヒットした。 収録曲のマッカーサーパークは長く複雑な作品で複数の楽章からなっておりアソシエーションが演奏するのを拒否した。同曲の7分21秒のハリスのバージョンは1968年6月22日に2位になる。ハリスのアルバムエイトランプシャイニングは1年間ほどチャート上にあった。二人の次のアルバムザヤード・ウェントン・フォーエバーも成功した。 1968年のグラミー賞で、バイザタイム、アイゲットツーフェニックス、ウィチタラインマン、マッカーサー・パークで受賞。1969年グレン・キャンベルは、ゴールドアルバム、ガルバストンと、ホエアズ・ザ・プレイグラウンド・スージーで、ウェップ作品を歌った。キャンベルとは、GM の CM 曲制作中に初対面。その際、ビートルズのような挑発のウェップから挨拶を受けた。 キャンベルはギターから顔を上げ、ウェップに向かって髪を切れと言った。1969年、アイザック・ヘイズが恋はフェニックスを、ウェーロン・ジェニングスがマッカーサー・パークをカバーし、後者はグラミーダッシュ。年の暮れにテルマ・ヒューストンのデビュー作、サンシャワーの作曲、編曲、録音をした。1960年代が去り、ウェップのヒット曲の波もやんだ。 かつての方程式に沿ったやり方から離れ実験を始めた。ブロードウェイで半次元的ミュージカル、ヒズオンダークシティを興行。この作品は彼が当時感じていた疎外感を表現している。映画、水色のビキニのマドモアゼルや映画、夕日に向かって走れ2曲を書いた。その他、スプリームス、フランクシナトラ、テルマ・ヒューストン、テンプテーションズ、バーブラストライサンド、 ジョー・コッカー、ジュディ・コリンズ、ドナ・サマー、リンダ・ロンシュタット、アメリカ、エイミー・グラント、ジョン・デンバー、マイケル・ファインスタイン、ローズマリー・クルーニー、R.E.M., カーリー・ザイモンらが、ウェップの作品を歌った。USA、ニューヨーク公演アルバム、ジム・ウェップ・シングス、ジム・ウェップで、エピック・レコードから1968年にデビュー。ウェップ曰く、あれは、 古いデモ音源から欠片をかき集めて、マッカーサーパークみたいに飾り立てただけのもの。1970年以降、ウェップは、ワーズミュージック、アンドソ、オン、レターズ、ランズエンド、エルミラージュ、エンジェル・ハートの6枚のアルバムをリリースした。批評家賞賛したが、あまり売れなかった。が、工夫ある曲と覚えられる詩を持っていた。1993年以降に出したアルバムは、 サスペンディングディスベリフ、テイージーピーシズ、トワイライトオブザレネゲーズ、ジャストアクロスザリバー、スキルウィズインザサウンドオブマイボイスの5枚である。ミュージカル CM、ジングル、映画のスコアも担当している。1998年、最初の著作、トゥーン・スミス、インサイドザアートオブソングライチンを出版。ベストセラーとなり、真剣なソングライターの友。何度も読むべしと評価された。 2000年代、ウェップはキリスト教の信仰に戻ったことを明かし、神なしでは一曲も書けなかったろう。少しでも意味のあるものを書こうと思ったら、神と共に曲に入り込まなくてはいけないと話している。ありがとうございます。